L-M-2075 は、イスラエルエアロスペースインダストリーズの子会社である、エルタシステムズが開発したエ &C シ,システムである。愛称のファルコンは、フェイズドアレー l バンドカンフォアマルレーダーの略称である。ここでは、発展型の L-W-2085 と L-W-2090 についても記述する。ファルコン 707L。 M-2075 は L バンドアクティフェーズドアレイレーダーを中核とする A ワックスシステムでプラットフォームとなる機体にコンフォーマル式にレーダーを装備するのが特徴である。これにより他の機種のようにレドームを使用せずに全周位スキャンを可能としつつ機体や機器の稼働率と信頼性の向上運用コストの低減を実現した。特にスキャン速度は速く 通常のレドーム方式で20から40秒かかるスキャンも本機では2から4秒で完了する。レーダーアンテナは IF も兼ねている。機能面では通常の AWACS と同様空中、地上目標の監視及び遊軍機の管制能力のほか、電子線情報収集能力も備えている。これらの情報は統合されコンソールパネルに表示される。レーダーの探知距離は 戦闘機サイズの目標に対して 400km、ヘリコプターサイズの目標に対して 180km、低空飛行をしている目標に対して 100km で、同時に60から100個の目標を追尾でき、システムの全体の能力は E-3 と同等か、部分的に上と見られている。アメリカ科学者連盟は、ファルコンについて1999年と2008年の記事の中で、 最も先進的な A&C システムであったと述べている。一方で、後部にレーダーアンテナを装備しないため、探索範囲が機体前方260度に限られるという欠点がある。搭載プラットフォームとしては、ボーイング707、ボーイング767、ボーイング747などが上がっているが、ある程度の大きさがあれば、他のプラットフォームにも搭載可能である。 L, M-2075 は、システム自体が大型で張り出し部が多いため、空気抵抗が大きく、とてもコンフォーマルレーダーとは言えるものではなかった。また、価格が E-3 の3分の1程度と安価であるにも、かかわらず、チリが一気購入しただけに止まったことも、本システムの改良が進められる要因となった。そのため、IAI は、 システムの小型化とプラットフォームの再検討を進め、1999年2月11日に A310 から300ベースの A ワックス機の開発案をレーセオンとアンセットオーストラリア航空と共同で、オーストラリアのエアシー機選定計画であるプロジェクトエア5077ウェッジテールに提示した。この案ではファルコンをベースとしたレーダーを 固定型のレドーム内にレーダーを3面三角形状に配置し、これにオープンアーキテクチャの DECR 旗機能、ミッションクルーワークステーションを統合するものであった。しかし、そのコストからこの案は落選。この選定を機に IAI は、より安価な航空機をベースとする方向にシフトしていくこととなる。A-50A 上述の結果を受け、その一環として、ロシアの a w a c である、 A-50 に L-W-2090 を搭載する計画が持ち上がった。L-W-2090 は探知距離が最大 800km であり、60目標の追跡ができる発展型である。これを A310 と同様の方式で A-50 に搭載するというもので、本システムを搭載した A-50 は A-50i と呼ばれた。これを 中国が購入、イスラエルに回収作業に出していたが、アメリカの圧力によりキャンセルされた。しかし、インドが同様に発注し、計画は復活、A-50 駅として輸出された。G550-A-50 への搭載を進める。一方で、イスラエルが選択したプラットフォームが、ガルフストリーム G550 であった。これに小型化した L。 W-2085 のアンテナをファルコン707と同様に、胴体側面、機種、ビブにコンフォーマル式に設置した。機体側面アンテナが L バンド、前後のアンテナが S バンドである。探知距離は370から4 0 0メートルで100目標を追尾できる。この機体は G550 紙と呼ばれ、イスラエルの他シンガポールなどが採用した。二千十年からは、 海洋監視能力が付加されている。IAI Falcon 707 HAT ABC IAI Falcon 707 HAT RT Burning s y HAT ABCDE 軍事研究2009年4月号アジア太平洋の早期警戒管制機 HAT ACEE システムズ A310A HAT Taking Control アジアパシフィックテ r ーエアクラフトプログラム s HAT エルタイルホは 2085&2090 ペイセワットセンサーペンガーウィスロントイスラエルハット AB エレクトロニックウェポンズシンガポールゲッツニューエワックスハット IAI2 アダプト G554 マリタイムサーベイランスロールハット US ネイビーパーチャーセッシュ ベースドガルフストリム550フォーレンジサポートハット GULFSTREAMG550CAEWTOBEORDEREDB は USNFE は t a n g e n t l i n k 1 c o m ハット u s ネイビープランズツーオーダー G550C フォーレンジサポートミッションエアフォーセスマンスリー ハット USNS ニューレンジエアクラフト G550C、ハットイタリーエクスパンズエアボーン C4ISR、ケイポビラティス。ありがとうございます。